ちは、バラ好きポッドです。今日は2021年5月5日水曜日の我が家のスターリーヘブンズの様子を見ていただきたいと思います。こちらのお花は1年以上前だと思ったんですが、ちょうどバラを好きになりかけた頃に買いました。で、新苗とかオーナーとか意味もわからなくて、新苗が安いからいいのかなと思って買ってしまったら、あ、新苗だったんだって後から気がつきました。で、今年が2年目になるので、割と大きなお花を咲かせてくれてとても嬉しいです。手がかからないバラということで選んだのですが、やはりうどんこ病にも強く、大きくなってくれました。ナチュラルでおおらかで、一花ではなく群生する草花のように咲く姿が魅力ということで、本当にそう思います。この花を見ていると優しくてとても幸せな気持ちでいっぱいになるような気がします。大好きなお花です。では、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録ですとかコメントですとか高評価お待ちしております。皆様も良い週末をお過ごしください。では、さようなら。